アドレスの際の右肘の向きについて説明したいと思います。アドレスでこの右肘の内側が正面前を向くことによってテイクバックしたときに、この状態でテイクバックすると肘は下を向きやすくなります。逆に肘の内側が体の方を向いてしまうと、右肘はこのように上がりやすくなります。体を回転していっても上の方に上がりやすくなったり、体の回転に合わせて肘を畳もうとすると曲げようとすると、このような動きになって右肘が上がることでオーバースイングになってしまったりします。アドレスで右肘の内側を正面に向けて左手を持った後に手のひらを少し内側に向けます。そして親指を包んであげると肘は正面を向いてテイクバックしていくと、このように下を向くのでダウンスイングでインサイドから体の回転で打てる動きになります。できる限りでいいので右肘の内側を正面に向けることで、このようになることによって右脇も締めやすくなるので体との一体感が出ます。この状態で脇が少し締まるので、無理に脇を締めようとしなくても、この状態でトップまで上げることが可能になります。このように変わってきます。右肘の内側が体の方を向くことで、肩も前に巻いてくると力も入りやすくなりますが、正面に向けることで背筋を伸ばして軽く右脇が締まってテイクバックして、このようにスムーズなテイクバックが可能になります。テイクバックがスムーズに行えると、ダウンスイングの切り返しもスムーズに行えていきます。無理に正面に向けようとしなくても、
構いませんが、極力このような状態で手のひらはこのように向けてグリップしてもらうと、少しテイクバックでこのような肘の浮き上がり等が防げると思います。このチャンネルではゴルフの練習やコースラウンドに必要なさまざまな役立つ情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。ぜひ右肘の向きに気をつけて、一度右肘の内側が正面に向くようにアドレスをして、ボールを打つように練習してみてください。それではまた次回の放送をお楽しみに。バイバーイ。